Алоха, с вами Swordflame, и пришло время встретиться с Феро. Погнали! エンテルケイアと話ができるとは恐れ入ったな。クリティアの技術を使ってだけどね。あら、羨ましいのかしら。うん、どうだろうな。な、ユーリもラピードと話がしたいんです。あなた方は十分意思疎通できてると思うんだけど。俺は分かってるんだけど、ラピードかな。十分な気がするのだけれど。 ここにフェローがいるんだな。おそらくね。砂漠では会えなかったけれど、ここでは会えると思う。大丈夫かな？いきなり襲ってきたりしない？保証はできないわ。私たち次第じゃないかしら。 そうならないように頑張ろうってことなのじゃ。カロル、大丈夫か？大丈夫くないけど、行かなきゃ。それにしても随分殺風景なとこに住んでるのね、フェローは。かつてはここにも一面緑が生い茂っていたというわ。 どうしてそれがこんな岩ばかりの砂漠になったんです？さあ、そこまでは知らないわ。エステル、本当に行くの？殺されちゃうかもしれないのに。はい、もう覚悟は決めていますから。 リタ、ジュディの話聞いてから、なんかお前変だぞ。フェローに会うのに何か問題があるのか？多分、あの子にとって辛い話だから。もう今更しょうがないわ。ここまで来ちゃったんだから。 毒よ、ついに俺の元に来たか。お出ましか。現れるなり毒呼ばわりとはご挨拶だな、フェロー。なぜ我に会いに来た？我にとってお前たちを消すことなどぞうさもないこと分かっておる。ち、あんたこれで語るタイプか。 やるってんならしょうがねえな。ダメです、ユーリ。みんなも待って。エステル、お願いです、フェロ。話をさせてください。死を恐れぬのか、小さき者よ。そなたの死なる我を。怖いです。でも、
自分が何者なのか知らないまま死ぬのはもっと怖いです。ペリスはあなたに会って運命を確かめろと言いました。私は自分の運命が知りたいんです。私がエンテレケイアにとって危険だというのは分かりました。でもあなたは世界の毒と。私の力は何、満月のことは何なんです。本当に私が生きていることが許されないのなら死んだっていい。でもせめてどうして死ななければならないのか教えてください。お願いです。かつてはここもエアルクレイの恵みを受けた豊かな土地であった。ここにエアルクレーネがあったのね。でもそれがなぜこんなことに。エアルの暴走とその持ちの枯渇がもたらした結果だ。なぜエアルが暴走したか、それこそが満月の子が世界の毒たるゆえんよ。満月の子の力はどのブラスティアにも増してエアルクレーネを刺激する。どういうことだ。ブラスティアは術式によってエアルを活動力に変えるものなら、そのブラスティアを使わずに治癒術が使えるエステルはエアルを力に変える術式をその身に持ってるってこと。ジュディスが狙ってるのは特殊な術式のブラスティア、つまりエステルはその身に持つ特殊な術式で大量のエアルを消費する。そしてエアルクレーネは活動を強め、エアルが大量に放出される。私の仮説間違ってて欲しかった。私はそのものの言う通りだ。満月の子は力を使うたびにブラスティアなどとは比べ物にならぬほど、エアルを消費し世界のエアルを乱す。世界にとって毒以外の何者でもない。だから消すってか。そりゃ随分と気が短いな。フェローよ、これは世界全体の問題なのだ。そしてそのものはその原因、座死するわけにはいかぬ。俺たちの不始末なら俺たちがやる。そうなのじゃ、勝手に押し付けはごめんなのじゃ。お前たちは事の重大さが理解できていないのだ。じゃあ聞くが、エステルが死んだからって何もかも解決するのかよ。少なくとも一つは問題を取り除くことができる。フェロ、ヘリオードで私は手を止め、ダングレストではあなたを止めたわ。最初はブラスティアのはずが人間だったから、次は私自身が分からなくなったから。この子があなたが言うような危険な存在とは思えなかったからよ。そうだ、故に我はそなたに免じて見極めのための時間を与えた。その結果我は同胞ベリウスを失うこととなった。もう十分だ、その力は滅びを招く。ほう、
よくわかんないけど、力を使うのがまずいなら使わなきゃいいだけじゃないの？その娘が力を使わないという保証はない。そうね、この子は目の前のことを見過ごせない子。きっとまた誰かのために使うでしょうね。だけどその心がある限り、害あるものとは言い切れないはず。彼女はブラスティアとは違う。あなたにもそれがわかると思うけれど。心で世界は救える。おいフェロー、お前が世界とやらのためにあれこれ考えてるのはよくわかったけどな、なんでエステルがその世界に含まれてない？より大きなものを守るためには切り捨てることも必要なのだ。クソくらいだな。その何を切り捨てるかを決められるほどお前は偉いのかよ。我らはお前たちの想像も及ばぬほどの長きにわたり忍耐と振動を重ねてきたのだ。わずかな時間でしか世界を捉えることのできぬ身で何を言うか。フェロ、聞いて。要するにエアルの暴走を抑える方法があればいいのでしょ。まだそれを探すための時間くらいはあるはずよ。ジュディス。それにもしエステルの力の影響が本当の限界に来たら、約束通り私が殺すわ。それなら文句ないでしょ。ちょっとジュディス、本気で言ってるの？あら、そうならないようにブレイブベスペリアが何とかするでしょ。そうか、うん、そうだ、そうだね。一本取られたな。そういうわけだ。エステルのことも世界のヤバさも、それが俺たち人間のせいだってなら、俺たち自身がけじめつける。それでダメなら丸焼きでも何でも好きにしたらいい。そなた変わったな、かつてのそなたなら。さあどうなのかしら。でもそう言われて悪い気はしないわね。よかろう。だが忘れるな、時は尽きつつあるということを。それにジュディスも。それはいいんだけどな。死んだっていい？ふざけてんのか。ごめんなさい。二度と言うなよ。
ごめんなさい。はあ、どうなるかと思ったよ。あんなデカブツ相手によくまあ話だけで済んだね。おっさん、心臓がどうにかなりそうだったわ。おっさんのくせに度胸がないのじゃ。ほんと、パティちゃんはいつも肝が据わってるのね。本当にエステルを殺すつもりなら問答無用で来ればよかったはずだが、そこがどうも解せないな。多分フェローも迷ってたのよ。だから私たちがどう振る舞うか見定めるために砂漠では姿を隠した。思ったより悪いやつじゃなかったのかな。どうだかな。いざとなりゃ何だってやるタイプと思うがな、俺は。それはあんたも一緒でしょ。かもな。でもどうするの、ユーリー。あんなこと言っちゃって。エアルが悪さすんのをどうにかする、それだけだろ。つっても手がかりゼロじゃ話になんないんでない。うむうむ、手がかりは大切じゃぞ。エアルの消費に関しては間違いなく術式が関わってるはずなのよ。昔のブラスティアについてや、その時に暴走が起きたかどうか、その辺の情報があれば手がかりになるんだけど。過去の出来事については罪を受け継ぐ者たちに聞け。フェローはそう言ってました。ブラスティアを発明したのはクリティア族、つまり今も伝承を受け継ぐクリティア族に聞けという意味ね。確かにクリティア族がブラスティアを生み出したとは言われてるけど。けどクリティアの町テムザはもう滅んじまってるぜ。他にもあれば話が早いんじゃがの。隠された町ミョルソ、テムザよりずっと古いクリティアの故郷、そしてブラスティア発祥の地。ほへー、そんな町があるのね。もしかしてジュディスちゃん、そのミョルゾってのどこにあるか知ってる？さあ、その名前に覚えがある。アスピオに来てたクリティア族の人がなんかその名前を言ってたような。その人、まだアスピオにいるでしょうか。ま、当たってみるしかないな。ジュディス、一緒に来てくれる？そうね。まだギルドのけじめが残ってるものね。じゃ、アスピオに行くとするか。ユーリのコロッケ絶品。ただのジャガイモの塊のくせに不思議よね。隠し味が効いてるのよ。何入れてんの？愛情だよ。今ユーリらしくない言葉が。おさん、耳遠くなったかな。隠し味は何だって？だから愛情。料理は愛情だって世話になってる宿屋のおかみさんが言ってたんだ。たっぷり入れといたからな。心して食えよ。ユーリの愛情たっぷりコロッケ。不本意ながらうまいのよね。隠し味は料理人の命ですもの。
教えたくないわよね。ま、大したもの入れてないんだけどな。さすがに疲れたわね。とりあえず人探しは明日にしましょう。賛成。久しぶりにまともなベッドで寝られるわ。じゃあ、私の家に。待って、先に話しておきたいことがあるんだ。私のことね。カロル、ギルドの話し合いよ。横やりはなしにしようや。僕ずっと考えてた。ギルドとしてどうすべきなんだろうって。で、思ったんだ。やっぱりギルドとしてやっていくためにも決めなきゃいけないって。どうするか決めたんだな。言ったよね。ギルドは掟を守ることが一番大事。掟を破ると厳しい処罰を受ける。たとえそれが友達でも、兄弟でも。それがギルドの誇りなんだって。ええ。だから、みんなで罰を受けよう。え？僕、ジュディスが一人で世界のために頑張ってるの知らなかった。知らなかったからって、仲間を手伝ってあげなかったのは事実でしょ？だから、僕も罰を受けなきゃ。ユリ、俺、ユリも自分の道だからって秘密にしてることがあった。それって仲間のためにならないでしょ。まあな。だから罰受けないとね。ものすごいこじつけ。掟は大事だよ。でも正しいことをしてるのに掟に反してるからって罰を与えるべきなのか。本当言うとまだわかんない。ならみんなで罰を受けて全部やり直そうって思ったんだ。これじゃダメ？俺また秘密で何かするかもしれないぜ。信頼してもらえなくてそうなっちゃうならしょうがないよ。それは僕が悪いんだ。またギルドの必要としてるブラスティアを破壊するかもしれないわよ。ギルドのためにという掟に反するわ。でも、それは世界のためだもん。それに、
掟を守るためにギルドがあるわけじゃないもん。許容範囲じゃないかな。それって掟の意味あるの？そんなギルド聞いたことないわ。面白いじゃないの。うむ、型にとらわれることはないのじゃ。自由がいいのじゃ。カロル、お前すごいな。俺は自分がどうするかってのは考えてたが、仲間としてどうしていくかって考えられてなかったかもしれない。俺には思いもつかないけじめのつけ方だ。僕はただみんなと旅を続けたいだけなんだ。みんなの道とブレイブベスペリアの道を同じにしたいだけなんだよ。そっか、そうだな。ジュディ、そういうことらしいぜ。おかしな人たちね、あなたたち本当に。でもそういうの嫌いじゃないわ。じゃあ改めてブレイブベスペリア出発だね。なんかご都合、ギルドってそんなもん？まあドンのギルドとは一味違うね。でもなんか素敵です。ブレイブベスペリア、いいの。パティも入る？今はまだダメなのじゃ。そっか、パティは記憶を取り戻さなきゃなんないんだよね。で、罰はどうなるのよ。あ、そっか。休まずに人探しってとこかな。私たちはうちで待ってる。ちょっと勝手に決めないで。何よ、文句ある？ねえよ。ええ、了解。カロル、お前ずっと一人でジュリーのけじめをどうするか考えてたのか？うん、ノードポリカを抜け出してからそのことばかり考えてた気がする。そのユーリがラゴーやキュモールを切ったことも含めてね。そうだったの。私のいないところでもカロルは私のことを考えてくれてたのね。うん、最初は何もわからなかったけど、何が正しいのかも何が間違ってるのかも、多分きっかけをくれたのはドンだと思う。ドンの最後の言葉がなければ僕は今の答えを出せなかったような気がするんだ。これからはてめえの足で歩けか。うん、その意味もずっと考えた。そしたら何が正しいかじゃなくて、僕がどうしたいのかをいつの間にか考えてて、それがギルドに対する答えになったのね。うん、だからこれからもよろしくね。こちらこそ。
カロルかっこよかったわね。まさか俺も自分のこと改めて言われるとは思ってなかったぜ。そういや、ジュディはその辺のことは聞かねえよな。あら、聞いてもいいのかしら。別にいいも悪いもねえだろ。まあそんなこと聞かなくてもジュディは全部お見通しなんだろうけどな。どうかしらね。たとえそうだとしても、あなたはあなた、私は私、選んだ道が同じなら一緒に行く。違うと思えば私はここにはいない。やっぱお見通しじゃねえか。あなただって私の思っていることなんてお見通しじゃない。自分の道を選んでる者同士、考えることは近いってことか。ミョルゾを探してる？ミョルゾってのはクリティア族の伝説に出てくる町。私が知ってるのはそれだけさ。どこにあるか？知らないよ。知っていてもクリティア族以外に教えていいことがあるとは思えないね。ミョルゾを探して、ミョルゾってのどこにあるか？知っていても。こんにちは。ごきげんよう、我が同胞殿。ジュディスよ。私はトート。あなた、ミョルゾについて何か知っていることはない？私たちミョルゾへ行きたいの。ミョルゾがどこにあるのか、そしてどうすればそこへたどり着けるのか。たどり着いても何もありゃしない。それなのに何しに行くつもりなのさ。あら、クリティア族が自分の同胞の町に興味を持ったってのは行く理由にならない？理由にならなくもない。でも私は知らないんだな、これが。あなたの名前を聞いたことがあるわ。人間の世界に残るクリティア族をミョルゾへ誘う導き手。人間、彼らと一緒だから教えてくれないの？我が同胞以外にミョルゾへの道は教えるな。それが代々の掟だからな。人間とかクリティア族とかよりも信用できるかできないかじゃないかしら。少なくとも彼らは信用に足る人たちだわ。もう一度聞くが、何のためにミョルゾを求める？世界がいろいろとまずい方向に向かってる。ブラスティアのせいでな。過去に何があったか、どうすれば止められるか、それを知るために行く。クリティアを含む全ての人のためってところでどうだ？いいだろう。そこであんたたちが答えを見つけられるかどうか保証はできないが、教えよう。まずミョルゾへ行くためにはその道標となる金が必要だ。金？そう、ヒピオニア大陸の南の洞窟に隠されている。ヒ
ビオニア大陸って言っても広いよね。洞窟は赤い花の咲く岸辺にある。それを目印にすればたどり着けるよ。それからその洞窟の奥にある扉は我らクリティアにしか開くことができないから。どういうこと？大丈夫よ、そこは私が何とかするわ。それでその金をどうすればいいんだ？まあ焦らないでくれ、人間はせっかちでいけないな。金を手に入れたらエゴソーの森へ行くんだ。エゴソーの森？それもヒピオニア大陸だっけ？聞いたことある。そう、そこはクリティア族にとって神聖なる場所よ。やっぱりあそこがミョルゾに続く扉となる場所。そこで金を使えばその扉が開く。ただ一つ問題がある。問題？そう、今エゴソーの森は謎の集団によって踏み荒らされてる。連中は大勢で乗り込んだ上に妙なブラスティアまで持ち込んでる。目的が何なのかわからないけど、とても気がかりだよ。ミョルゾへ行きたいならその連中を何とかしろってことか。そういうこと。私たちの聖地をそっとしておいてもらいたいんだ。なるほど、つまり金を手に入れてその聖地ってところで謎の集団ぶっ飛ばして、金を鳴らせば扉は開くってことなんだな。そういうことだね。わかったわ、ありがとう。あなたの前途に幸多からんことを。あなたにも。みんなのところに戻りましょう。あ、何か分かりました？エゴソーの森ってところに手がかりがあるみたいだぜ。ここから南の大陸、ヒピオニアの西の方だったと思うよ。その森にミョルゾってのがあるの？扉があるのよ。は？扉？何それ？ミョルゾに通じる扉だとさ。その扉を開ける金がヒピオニア大陸の赤い花が咲く岸辺の洞窟に隠されてるんだって。とりあえず行ってみた方が早い。その前に休ませて。一休みしてから出発かしら。だってさ、しょうがないな。それじゃあその間にうちはお宝の手がかりがないか町を散策するのじゃ。おいおい、休んどいた方が。って言っちまったよ。とにかく一休みしたらそのヒピオニア大陸の洞窟ってやつ探してみようぜ。うわあ、ドキがする。おいおいおっさん、大丈夫かよ。いや、鐘の音聞くだけで興奮してもういかんのよ。な、そのジャラジャラやめて、カロル君。
なんだよそれ、勝手にしてろ。それにしてもたまったね。ああ、こんだけあったらパーッと使うと気分良さそうだな。ダメだよ、まだまだ貯めるんだから。おっと、さすがは少年、将来ブレイブベスペリアのアジトを買うために貯金だな。え、そんなこと考えてなかったよ。ただお金が貯まっていくのって気持ちいいよね。知っているかい少年、そういうのを主戦度っていうのよ。男は酔い腰の金を持たないもんだ、全部パーッと使っちまおうぜ。おいおい、それはもっとダメよ、まったくバランス感覚悪いわね、おたくらは。じゃあおっさんはどうすんだよ。おっさんに投資してみな、ギルド直伝の秘術で10倍にも100倍にもしてたな。却下。それでパティ、結局マリスステラの手がかりは何か見つかった？うーむ、本は多いがアイフリードの話はどこにもないのじゃ。当たり前でしょ、この町はブラスティア関連の類しか置いてないのよ。しょうがないのじゃ、もう少しユーリたちと旅をして手がかりを探すのじゃ。今アイフリードって言ったか。え？おい、そっちの。あんた最近噂のアイフリードの孫なのか？あ、否定も肯定もしないってことはそうなんだな。なるほどね、あんたがギルドの面汚しの孫か。なんだ、普通のガキだな。なんとか言ったらどうだ。じいさんを弁護する言葉とかはないのか。そうか、かばえるような事実でもないわな、あれだけのことやってればな。あなた、どうしてそんなひどいことが言えるんですか？どうしてって事実だしな。で、あんたらが新しい精霊園の牙のギルド員なんだな。僕らはブレイブベスペリアだ。ブレイブベスペリア？うさんくさいな、何をするギルドなんだ。それは。言えば何かいい仕事を紹介してくれるのか？お前らみたいにアイフリードの関係者とつるむ怪しい連中にやる仕事はないよ。ブレイブベスペリアね。またギルドの品位を下げるろくでもないギルドが増えたわけだ。品位を下げてるのはどっちだか？お前、リタ・モルディオ？また私がいない間に、この町も随分と下びた連中が増えてんのね。はあ、同類と思われたらこっちはいい迷惑。さ、行きましょう。ちょ、ま！まだ何か言い足りないのかしら？いえ、でもどうしよう、あの人多分言いふらすよきっと。構わねえよ、
そんなことで潰れるようだったらとっくに潰れてるぜ、俺たち。そうね、言いたいやつには言わせておけばいいわ。うち、ヒピオニア大陸の赤い花の咲き誇る岸辺だっけか。うん。じゃあ行ってみるか。お金って知らないうちになくなってますね。そんなわけないでしょ、使うからなくなるの。少しずつ使ってると出費してる自覚はあまりないものね。ちょっと使いすぎちゃいました、反省です。何言ってんの、どんどん使うの。あ、なんで。お金は使えば使っただけその人のところに戻ってくるのよ、仲間を連れてね。本当ですか、面白いわ。あ、お金にリタの名前が。そう、いつ自分のところにお金が戻ってきても分かるように名前を書いてるのよ。その時にはきっとお金は倍に増えてるの。さあどんどん使いましょう。素敵なおとぎ話ね。Thank you.
Итак, на этом моменте мы это видео закончим. И в следующем видео пойдем искать колокольчик. Интересно, что это за банда? А в лесу будет находиться это какая-то банда из представителей Крити? Или все же человеческая? И будет ли это боссом или же нет? Интересно будет узнать. Ну что ж, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, поделитесь им с друзьями и знакомыми, пишите ваши комментарии. А с вами был Swordflame. Всем пока!